大崎高度に広がる大崎市松山地域の黄金色の田んぼを飛び交う赤トンボの群れ。収穫の秋は赤トンボにとっては産卵の季節です。代表的な赤トンボの秋あかねは、涼しくなる10月頃に山から里に降りてきて、主に田んぼに産卵します。浅い水辺で繁殖する秋あかねにとって、田んぼは産卵に最適な環境です。オスとメスが連なって水面や泥にちょんちょんと直接卵を産みつけていきます。卵は水中や湿った土の中などで冬を起こし、春に田んぼに水が張られると羽化して、ヤゴと呼ばれる幼虫になります。その後、田んぼにいるミジンコなどを捕食しながら何度も脱皮を繰り返して成長し、初夏の風に緑の稲がそよぐ頃、夜明け前に羽化して夏の暑さを避けるため山へ飛び立っていくのです。秋になって産卵のために群れで田んぼに戻ってくる頃には、体もオレンジ色から赤色に変化しています。秋あかねは近年、西日本を中心に急激に数を減らしています。そのため、大崎高度のお米の認証制度でも自然環境の良さを示す生き物の指標になっています。大崎高度では多くの農家が農薬などの使用を減らした、環境に配慮したお米の栽培に取り組んでいることで、今でも多くの秋あかねを見ることができます。環境や生き物に配慮して育てられたお米は、毎日食べるご飯だけではなく、お酒を作る酒米としても利用され、私たちの食卓を豊かにしています。世界農業遺産の大崎高度、人と生き物が共生する環境が豊かな生物多様性を育んでいます。